まあちょっと変わってんだけど、努力をする生活が大好きなんですよ。こうなんか成し遂げたいっていうより、努力の中にいる、渦中にいる自分が、こう居心地がいいっていうか、おそらく目標を失って、トレーニングはやめなくても、目標を失って筋トレだけの生活になったら、すごいつまんない人間と、そしてライフスタイルになることが分かってるんで、だからもう今筋トレと向き合って選手として活動できてることがもう嬉しくて嬉しくて、それですね。でもそういう星のもとに生まれてきてしまった人って正直辛いじゃないですか。だってチャレンジして努力をしなくちゃ、もうある意味辛い、苦しいって思うじゃないですか。ただ努力するとチャレンジすると辛いことの方が多いじゃないですか。多いですね。でもやっぱりその何もなくなるった方がよっぽど辛いから。目標を失った時のこう脱力感というか、そっちの方がおそらくきついのは分かってるんで、それはもうおそらく年齢とともにそれを受け入れるメンタルになっていくと思うんですよ、選手って。あ、もう努力というか張り合えなくなってきたなと思った時に、スッとこう今の意見が変わるんでしょうね。もうゆっくり筋トレできれば十分っていうなったら、やめようかなでもね、今のお話聞いて、しんさん、例えばそういう体力的なところで、あ、納得がいったなっていうふうになったとしても、結局努力してないと、チャレンジしてないとダメな人じゃないですか。なんか俺違うことやりそうな気がしてならないですよね。違うなんかチャレンジを始める。そう、今筋トレ以外にもやっぱりなんか全く違う分野でも、結局筋トレで知り合う人たちだったりするから、仕事が来たりするのはなかなかこの分野から飛び抜けることはできないんだけど、今まではボディビルだけだったですけど、やっぱちょっとその周りにもう一つ、もう一層増やした分野を広げたチャレンジなんかはもうしていきたいと思って行動的に動いてるんだけど、でもやってて思うのは、選手の育成なんかは同じぐらい熱くなれるなっていうのは思って、若い選手にボディービルディングを教えたり、ビキニの選手も教えたりするから、こういう彼らが成績を残していくことがなんか楽しいなっていうのもあるんで、おそらくそっちに力が、体力が向いていくんじゃないかなっそうて。ですよね。やっぱり指導者としてのね、次の指導者としての努力っていうのが多分しんさんのあれなのかな。でもここにさ、努力は好きですかって質問あるけど、これ愚問だった。一番いらない質問だったね。